はい、3月13日ウェブデモ川崎でございます。そういえば昨日横浜 FC のね、三浦和司選手が、50歳にして、また公式戦でねゴールを挙げたというニュースありましたけど、やっぱり何でしょうかね、やっぱり一つのことでもね実直にねずっと続けていく、前人未到のことをやっていく姿にですね、やっぱり、素晴らしいなと、そういうことをねやっぱり思うわけです。で私もですね、まあ同じわけではありませんけどね、こうやってちょっとまた、ちょっと YouTube 動画ね続けていこうかなと決意を新たにさせていただきました。はい、やっぱりいろんなことやってきましたけど、あんまり器用ではないのでね、人間器用にうまく、ビジネスやっていく人もいれば、ね、なかなか、そういう人真似して失敗する人もいると思います。はい、大概の人はそんなに器用ではないので、やはりね自分のできること、日々できることをですね、淡々と継続していくこと、それがやっぱり一番、成功といいますかね、王道ではないかなと思っております。はい、私もですねこうやって、動画を進めている以上ね、動画をねこうやって配信して続けていこうかなと決意を新たにやろうと思っておりますので、また一つ、よろしくお願いします。やっぱり継続は力ということね、勝つからね教わりました。皆さんも頑張っていきましょう。それではまた。